遺伝子組み換え食品がやってくる。で、何がやばいのと題してですね、各、方々から、貴重なお話を、情報と貴重なお話を聞けると思いますんで、じゃあ早速内田さんにもう振りながら、はい、ちょっと押し切りでもいいんですね、はい、これからもう、はい、バッチリ話してください。わかりました。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんこんにちは。このセッションはですね、 TPP で遺伝子組み換えがやってくる、まあ、ちょっとですね、さっきの今までやってたパーマカルチャーとかトランジションタウンの話ちょっと私たちも聞いてましたけども、あのすごくこう明るい未来をみんなで作ろうっていうですね、ポジティブなお話が出てきた直後にですね、まあ、ちょっと正直、これから私たちの暮らしや食べ物、それから社会全体に迫ってきている危機というものをですね、まず現実をちょっとこう皆さんで直視したいと思うんですね。でその上でじゃあどういうことができるのかということを、まあ、具体的なレベルからですね、それから、まあ、いろんな世界とつながる運動だとか方法はいくらでもあると思っているので、そういった話もしていきたいと思っています。で、このセッションはですね、私が司会の、アジア太平洋資料センターの内田翔子と言います。よろしくお願いします。はい、で、ゲストの方ご紹介します。こちらがですね、オルタトレードジャパン、今日ブース出展もされてますけれども、飲薬智也さんです。はい、そしてこちらもすぐそこで出展されてますが、ルナーオーガニックインスティテュートの安田美恵さんです。はい、それから鴨川で農業をされています、ネットワーク農園の田中正治さんです。はい、よろしくお願いします。なんかちょっと真ん中が目の前が空いてるので、皆さんも怖くないのでぜひ前にどんどん座っていただければと思います。それでですね、ちょっとまず遺伝子組み換えの問題から入りたいと思うんですが、実は私たちですね、この度この遺伝子組み換えの問題を伝えるドキュメンタリー番組、映画ですね、これを翻訳してちょうど昨日完成した試写会というのを開いて、ちょっと稲垣さん見せてもらえますか。この DVD なんですけど、これは今日当然ここの会場でも売っています。チラシをすいません、ちょっと配っていただいていいですか。すいません。はい、ありがとうございます。私でこれはですね、2012年にアメリカで作られたドキュメンタリー映画で、遺伝子組み換え問題で非常に国際的にも著名なジェフリー・M・スミスさんという方が、まあ、原作から書いて、制作もされたんですね。でこの中では90年代の半ば以降アメリカで遺伝子組み換え、作物が導入されたんですが、まあ、それ以降ですね、さまざまな健康被害がアメリカの社会で起こっていると、子どものアレルギーなんかもそうですし、自閉症だとか大人でいうと、まあ、慢性疾患ですね、さまざまな疾病、これがもう激増していると。でこの、まあ、ことと遺伝子組み換えの関係を、まあ、探っていく、科学的にも、根拠を示しながらですね、まあ、食が変わることがどれほど私たちの体に影響あるかっていうことを、まあ、さまざまな専門家、元政府関係者、それから子どもの母親たちですね、いろんな方の証言から描いたドキュメンタリーなんですね。で、ですね、で、まあ、ちょっと衝撃的な、まあ、かなりこう核心についた問題を提起するドキュメンタリーでもありますので、まあ、これはぜひ今日買って見ていただきたいと思うんですが、ちょっとまず安田さんにですね、日本の遺伝子組み換えの状況で、その後ちょっと海外の話を飲薬さんにも伺いたいんですが、まあ、まずは一番身近な私たちのね、自分の暮らし、自分の食卓っていうところから入っていこうと思うので、まず安田さんに日本で その遺伝子組み換え食品のこう流通とかですね、まあ、どうやって私たちの
ご食卓に実は入ってきてるかもっていう話をしていただきたいんですけど、お願いします。皆さんよく食品の裏にですね、遺伝子組み換えでないという表示を見かけになると思うんですね。で、遺伝子組み換えという表示を見たことのある方はおそらくいらっしゃらないんじゃないかと思うんですよ。私も見たことがないんですね。で、なので、まあ、一部の方は日本にはまだ遺伝子組み換え食品は入っていないんだと思って安心していらっしゃる方もいるんですけれども、それはとんでも8分で、日本は、まあ、自分たちが食べる米がだいたい800万トンぐらい年間あるんですけれども、その約2倍1500万トンぐらいのトウモロコシを毎年輸入してるんですが、その、まあ、8割以上、8割9割ぐらいが遺伝子組み換えなんですね。ですので莫大な量の遺伝子組み換え作物を輸入しています。で、輸入されているのはで、食品として流通しているのは主に4種類だけなんです。トウモロコシ、大豆、菜種、綿実なんですね。で、輸入が許可されているものは他にも3種類ほどありまして、ジャガイモ、テンサイ、アルファルファ、パパイヤなんですけれども、この流通している4種類と流通してない4種類の間には違いがありまして、それは何かというと、お分かりになる方いらっしゃいますでしょうか。流通しているものはみんな油の原料になるんですね。トウモロコシ、コーン油、大豆油、菜種油、綿実油、みんなありますよね。じゃあなんで油なのかなんですけれども、ここにはその日本の遺伝子組み換えの表示の仕組みが絡んでいます。日本では遺伝子組み換え食品の表示義務のある食品と表示義務のない食品っていう2通りがあるんですね。で、表示義務のないものっていうのはどういうものかといいますと、組み換えられた DNA っていうこう螺旋状の紐の一部が遺伝子なわけですが、組み換えられた DNA やそれによって生成するタンパク質が含まれないものには表示義務がないということになっていて、じゃあ具体的にどういうものかっていうと、まあ、その代表が油なわけです。それと遺伝子組み換えの餌を食べて育った家畜の肉とか卵とか乳製品とか、そういった畜産物、それも表示義務はありませんし、あとは醤油も、まあ、タンパク質がアミノ酸にまで分解されてしまっているので表示義務がないということになってますし、あといろんな清涼飲料水に加糖ブドウ糖液糖っていうのが入ってますよね。あれも表示義務がないんです。ただ単に液糖って書いてあったり糖類って書いてあったりしても同じです。それとコーンフレークもなぜか表示義務がないですし、タンパク加水分解物とかデキストリンという多糖類の石とか、あとはお酢、醸造酢、醸造用アルコール、こういったものにも表示義務がないんですね。みりんとか表示義務のないものがたくさんあるんですよ。なので表示がないとみんな気がつかずに大丈夫なんじゃないかなと勘違いして買って食べてしまうと。で、生実家一部の食品には遺伝子組み換えでないとか、あ、大丈夫、生実家こう書いてあるものもあるので、自分は遺伝子組み換えじゃないものを選んで食べていると勘違いしてしまっている、油断してしまう、そういう非常に問題のある表示の制度になっています。で、その他にも主な原材料にしか表示義務がないという抜け道もあるんですね。主な原材料というのは何かというと、原材料、これは重量の多い順に書くんですが、その3番目以内で、かつ全体の重量に占める割合は 5% 以上、それでなければ書かなくてもいい。だから原材料の4番目にでんぷんと書いてあった場合、それは遺伝子組み換えのトウモロコシから作られたコーンスターチかもしれない。こんな抜け道もありますし、他にも意図せぬ混入の場合は 5% までならば混じっちゃっていても、まあ、遺伝子組み換えでないと書いてもいいですっていう、そんな抜け道もありますので、まあ、ほとんどの人が意識せずに食べてしまう、そういった仕組みになっています。はい、はい、多分これはですね、ちょっと知らない人は多いと思うんですね。で、今言ったように表示義務がないものが実はたくさんあって、で、要するに原材料は 大量に私たち輸入してますよね。トウモロコシとか大豆とか、で、それが商品になって油とかなって、で、そこに表示義務がなければ、まあ、当然ですね、
知らない間に、書かれてないから安心だよねっていうふうにちょっとこう思ったりしてですね、遺伝子組み換えでないと、書いてるものはもちろんいいんですけど、書かれてなくてもですね、日本はやっぱり食の安心安全っていうことはこれは事実だと思うんで、そういうものもあるために本当に知らない間に実は結構消費してる。外食なんかもうほとんどがねっていう話をメイさん一回したと思うんですけど、そうですね、外食で何か食べればその炒め物の油も揚げ物の油もおそらく遺伝子組み換えの油が使われているわけですよ。だし何かお肉とか食べればそれも遺伝子組み換えの餌を食べて育ったものだろうし、卵だって牛乳だってそうなわけですね。で、ちょっと加工食品とかを買えばそこにも必ず何らかの遺伝子組み換えの成分、必ずではないですけど大部分が、ほとんどの加工食品には何らかの遺伝子組み換えの成分が含まれているといったような状況ですので、やはり外食をしている限りはもうほとんど避けられないし、加工食品に頼る食生活をしていてもなかなか避けることは難しいというのが現状です。ですよね、はい。ちょっとそういう日本のこうびっくりするような現実から入ったんですけども、一方じゃあアメリカ、皆さん多分イメージではアメリカはもう遺伝子組み換えいっぱいこうみんな食べててっていう感じで思ってらっしゃると思うんですが、それはそのある種その通りで、さっき最初に言ったように、この20年、ぐらいですね、アメリカ社会には遺伝子組み換えが本当にこうもう隅々まで蔓延してるっていう状況ですね。で、先ほど言ったドキュメンタリーはその問題を告発してるわけなんですが、ちょっとインヤクさんにですね、この今アメリカでこの20年遺伝子組み換えがこう広がってきたことの結果として、何が起こっているかっていうことを少し話していただけますか。はい、遺伝子組み換え作物の栽培、商業栽培っていうのは1996年に始まりました。だから大体20年くらいなんですけども、今アメリカではもう遺伝子組み換えっていうのはデカダンスというかもう衰退に入っているというぐらい現状はあると思います。と言いますのは遺伝子組み換えに対する不安というものを増えた、それと遺伝子組み換えを栽培するためのコストも増えた、今遺伝子組み換え最初どうやって宣伝されたのかというと、雑草取り楽になりますよ、ラウンドアップというモンスタントの農薬かけても雑草は全部枯れるけどもその大豆とかトウモロコシだけは枯れないので簡単になりますよって言ってたんだけども、かけ続けた結果 何が起きたかっていうと、ラウンドアップをかけても枯れないスーパー雑草っていうものがどんどん増えてきてしまって、農薬の量がどん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 増えてきたんですね。その結果もう、遺伝子組み換え作物を、栽培するのは金がかかる、で手間もかかる、何のメリットがあるのか、農民の側も嫌気をさしてきている人たちが増えています。それともう一つはこの映画で特に皆さんご覧いただけるんですけども、子どもたちの間に例えば自閉症であるとかアレルギーであるとか深刻な問題が出てきています。例えば20年以上前にはアレルギーなんてそんなほとんどなかった。で今日本でもどうですか、アレルギーもう大変な事故が起きてますよね。じゃあ結構年齢の方もいらっしゃると思いますけど、自分が10代の時にそんなのがあったかどうか、なかったと思います。でそれだけじゃないんです、今不妊治療っていうのもアメリカでも猛烈大きな問題になってます。昔は不妊クリニックなんてなかった、ほとんどなかった。でも今町のどこ見ても不妊クリニックだらけだ、それだけ子供が生まれなくなってる。そういった問題がどう遺伝子組み換えと関係あるのかということで、さまざまな研究っていうのは実は行われていて、日本ではほとんど知らされてないんですけども、この遺伝子組み換えルーレットではその中身が全部紹介されています。でそういったこともありまして、今お母さんたちお父さんたちの間で子どもの健康を守りたいということで大きな運動が生まれてきていて、アメリカの中ではもうこれはもう変革の、もう時を過ぎている、もう十分な多くの人たちが遺伝子組み換えに反対しているということで大きな変化が現れようとしています。で今本当にモンサントももがき苦しんでまして、株価もどんどん下がっていて、
です。もうやっていけないってことでモンサントは2600人、これはモンサント社の 11.何%、 もうかなりの数 の、あの従業員首切りですね、をせざるを得ない。そして来年からは3つの研究所を閉鎖すると言ってます。で ただしあの遺伝子あのモンサントっていう国あの企業はあの政府とくっついてあのやってきてます。でこの20年間アメリカ政府は外交政策で例えばアフリカの国飢餓抱えてます、飢餓抱えてる、だから食料援助あげるよ、その代わり遺伝子組み換え植えろよっていうこうあの、やってきたんですね、そういう政策を。だけど今何カ国のアフリカの国が、それを屈服したでしょうか。屈服したのは南アフリカ、それからいくつかの国が始めたんですけども、ほとんど屈服してないんです。それだけ跳ねのけてきたんですね。じゃあ今世界200カ国ぐらいあると思うんですけども、その国の中でどれだけの国が遺伝子組み換えを工作してんのか、わずか28カ国です。でそれも例えば、南アメリカ見るとアルゼンチンなんかですとね、あの経済混乱大変な状況になった時にモンサントは潜り込むんですね。法制度もなく潜り込んで、その後にブラジルとかパラグアイ、そういう隣国に密輸品として既成事実を作ってしまう。そしてもう既成事実化してしまって、まともな国会での議論なく、もうあの無理やりに合法化してしまった。そのことによって南米が巨大な遺伝子組み換え生産国になります。でそういう形で、南アフリカもあのアパルトヘイト政策なんかもあって、孤立してたっていうあの国際的な孤立もあって、アメリカに対してあのものが言えなかったっていうこともありますけども、そんなんで南アフリカに入ってしまった、そういうわずかな国でしか工作されてないんですね。ところがあの残念ながら日本にはアメリカの影響というのは非常に強い国ですから、それに大きく影響されてもう圧倒的に輸入してるんです。でこれは今世界を本当に2つに向かおうとしてると思うんですね。例えばロシアとかヨーロッパ、この地域は遺伝子組み換えからどんどん独立してきます。このロシアではほとんど遺伝子組み換え食生活の中で食べることはない、そういう状態が実現するだろうというふうに言われています。そして残念ながらアメリカではスーパーで買う7割の食品に遺伝子組み換えが入っているって状態です。そして日本はそれに準じるんじゃないかなと思いますけども、それだけ入っているけども、先ほど瀬下さんが言われたように、表示されない、そういう状況が起きている。でそういう中で今、まあ、もっともっとあの2つ の落ちぶれている、ある遺伝子組み換えを例えばアフリカとかアジアとかそういった国々に押し付けようという動きが盛んになってきています。でそれに関してやっぱり TPP というのが大きな影響を及ぼすと思っています。すみません、長くなりました。はい、なんかもう一気にガーって感じでやるんですけど、田中さんにお伺いしたいのはやっぱり今ね、私たちのこう目の前で起こっていることっていうのは、まあ、そういう食の危機、つまりこれは命の危機って言ってもいいと思うんですね。まあ、食ってもちろんそれを生きていくために作る、それから生命の源ですよね。でそういう田中さんはご自身でも農業をやってらっしゃるご経験からして、まあ、今 のモンサントっていうのはね、有名な食料メジャーでもう世界中こう支配していくっていうことをずっとやってきたわけですけども、まあ、その危機っていうのはすでに私たちの日常に入ってきてるし、これからももっともっとこう入ってくる危険性がある、その辺をどういうふうにこう日々感じられているか教えてください。私はネットワーク農園というグループを、まあ、20年ぐらい前からやってるんですけども、それは山形県の、新庄市というところの農家と、一緒に、まあ、有機農業中心なんですけどもやってて、僕は事務局を千葉の鴨川というところでやってるんですね。でまあ、自分自身も、田んぼ食べるものはやってるんですけども、農家というようなそんなに大されたことは ないんですけども、一応農業に関してはまあ、いろんなことをやってきた状況にいます。でそうですね、お米とか大豆とか日本の国内では今遺伝子組み換えを農家が作ってるということはないんじゃないでしょうかね。そうですね、潜りでやってる人はいるかもしれないけど、なんかたまにモンサントがモンサントは日本に試験農場ありましてね、
確か茨城ですよね。そうですね。ただそこではあの別にあの、まあ、要するに実験やってるわけですよね。だから日本ではあの遺伝子組み換え作物の栽培は認められてないので、まだね、認められてないわけじゃないんですけど、まあされてない、されてないですね、はい。まあ、多分ねそれはね、あの世論が皆さんが嫌だ、なんとなく嫌だなということでやってないみたいですね。法律であの遺伝子組み換えダメよという法律はないはずです。明確に法律では禁止されてないですね。そうそう、日本人が遺伝子組み換えなんか気持ち悪いよね、嫌だよねという、それだけで一応ストップしてるという、まあなんか儚いといえば儚いんですけども、でもそれがだいたい20年近く続いてるということですよね。それはでも大したもんで、遺伝子組み換え食品いらないキャンペーンで東京にあって僕らも入ってるんですけど、そこってあのすごくちっちゃい豆粒みたいな団体なんですよ。あのアメリカ、あのヨーロッパとか比べればね、本当にもう消し粒みたいな団体だけど、それが20年間ずっと発信して、それで僕は生産をストップしてんじゃないかなと思うの。それって本当になんかやっぱりなんか日本で全然生産してないっていうのをまず知っておいていただきたいんですね。でもね、加工品っていっぱい入ってますよね。もう加工品って遺伝子組み換えだらけ、知らない間に僕なんか多分いっぱい食ってる。だからそれ加工品はなんとかストップしたいという思いが非常に強いです。で僕らはあの お米と大豆のトラストっていうのをやってるんですけども、大豆畑トラストっていうのをやってまして、それ2007年だったと思うんですけど、遺伝子組み換えの大豆が入ってくるということで、初めよく分かんなかったんですけど、とりあえずそのなんか勉強したらやばいらしいねっていうことで、じゃあどうするというので、まあ、女性が中心になってなんかトラストというやり方があるみたいだから、あの会員を募って、遺伝子組み換えに反対している会員を募って大豆の畑を、なんて言うんでしょう、トラストですから信託、まあなんて言うんでしょう、農家と一緒に大豆畑を、耕作する。でも普段は山形県ですから僕ら東京から行けませんので、普段は農家にやってもらう栽培を、でも時々あの草取りとか収穫とかは手伝いに行く、そういうやり方でやってまして、一口4000円なんですね。一口4000円だから割合まあ気楽に入れると。でできた、大豆は、まあ、大豆でそのまま会員で均等にもらうこともできますし、それから味噌も作りますので味噌でもらうこともできます。それから醤油でもらうこともできるんですね。原材料は全部そのトラストの大豆で、それからあの納豆でもできます。でそういうあの、農家と事業体が組んで会社を作りましてですね、そこで全部作ってるんですね。そういうやり方で、まあやってるのは大豆畑トラストというやつです。そうですね、あのまた後半でそのじゃあどうするかっていう具体的な話としてももっともっとしたいんですが、まあ、とにかく私たちが食べてるものがですね、どこで誰が作ってるのかっていうことからやっぱすごくもう遠くなっちゃってですね、本当はあの自分で食べるものを自分で作れれば一番安全安心ですよね。だって自分が食べるものに農薬振りかけたりですね、遺伝子組み換え作りませんよね。実は映画でもそういうあのメッセージたくさん入ってるんですね。でただまあそれは全部自分が作ったり自給するのは無理で、だったらやっぱり信頼できる関係性を作ってですね、まあ、そういう人たちにこう作ってもらってまた買い支えると、まあ、そういうまあいろんな取り組みができるように思うんですけども、あのちょっとこの遺伝子組み換えの問題にもう一回戻るとですね、あの陰薬さん、そのアメリカではやっぱり今もう遺伝子組み換え反対が広がってるっていうことを言ってましたが、その一番のこう火付け役になったのがやっぱりお母さんたちの運動だと。でこれは映画にも出てくるんですけども、あのちょっとそこをもう少し、詳しく教えてもらっていいですか。
特に10年ぐらい前から子どもたちの健康障害に悩むお母さんたちが増えました。でこの、まあ、アメリカ特有なのかもしれませんけども、こういうふうにやったら良くなったよとかそういった情報が共有される。でそれがもしかしたら遺伝子組み換えが原因かもしれないってことがささやかれ出していくわけですね。それで子どもたちを診察する、お医者さんたちにもそういうお母さんたちを、支援するお医者さんたちが増えてきます。ですからお医者さんたちと、お母さんたちの連携で、遺伝子組み、アレルギーであるとか自閉症 の子どもたちをどうやって救っていくのか、そういったことの、ノウハウというものが共有されていく。その中でその原因ったものがやはりこれ遺伝子組み換え以外ちょっと考えられないんじゃないかということで遺伝子組み換えに対する、情報交換といったものが行われます。で今日本ではあんまり使ってる人いないかもしれませんけども、Google ハンドアウトという、まあ、スカイプみたいにビデオ会議できるものがあるんですね。そこで例えば、西海岸のお母さんと東海岸のお母さん、すごく離れてますけどもそのお母さんたちがテレビ会議をやってそれを多くの人たちが見ると、そういう形でも、様々なもう地域を超えて、動きが盛んになっていって、2013年の、アメリカの独立記念日には、172カ所だったかな、そこの、全国アメリカ全土で、遺伝子組み換え反対のデモがこのお母さんたちによって取り組まれます。でそういうこともあって非常に多くの人たちが、その問題に気が付くようになってきている。ただしアメリカでもそうなんですけどもマスメディアはやはり報道しない、あんまり報道しない。日本よりちょっとマシでちょっとは報道するんだけども逆の報道の方が多いわけですよね。でそれに対してお母さんたちがやはりそういったインターネットを活用して情報交換しだしたっていうのが僕は大きな意味があったんじゃないかなというふうに思ってます。そうですね。で、映画の中からもう一個エピソードを言うとアメリカでそのアメリカ政府が、子供が生まれた家庭に、まあ、無料ですよねあれ無料で配布している粉ミルクっていうのがあるんですね。で、まあ、これ大豆由来のものの中からその、メーカーが4社ぐらいあるんですが、まあ、いずれもですね、非常に高い数値の遺伝子組み換えが、まあ、検出されたという、まあ、これ事実なんですね。でこれこのことをあるお母さんはですね、まあ、子供にそのミルクを与えてしまった後にやっぱり気づいて非常にその怒るわけですね。政府が無料でこうくれたミルクに実は遺伝子組み換えもう結構あるメーカーは 66% ぐらいですかね入ってた。でやっぱりこの国の良識を疑うということで、まあ、非常にその強く批判してますし一方でですねやっぱりその、まあ、ミルクも含めてアメリカ その食べ物って多くは遺伝子組み換えだっていう話さっきありましたがやっぱり知らないうちに子供に与え続けてきたっていうことを本当に後悔するお母さんたちの証言っていうのもたくさん出てくるんですね。でこういうのが原動力になっているというふうに思いますね。で、これは何時まででしたっけ12時10分ですよね。で、ちょっとそしたら、まあ、皆さんの質問もいろいろ後半取りたいんですが、まず一つ三重さんからですね、まあ、じゃあ実際にその危ないっていうことはもう私たち分かっているわけなんですが生活の中でどうやってこう避けていくか遺伝子組み換えからやっぱりいきなりこう完全に遺伝子組み換え絶対に食べない生活ってそれは私たちでも無理って思うんですがでも一日一日こう選ぶことを変える選択を変えることによって、少しずつ遠ざけるでそれが引いては日本の農家さんを支えることにもつながると私は思うのでちょっとその具体的なこうできることっていうのを教えてください、はい。その遺伝子組み換え食品を避けて生活するためにはどうしたらいいかっていうことなんですけれどもまず遺伝子組み換え輸入されているものの大体4分の3ぐらいが家畜飼料になるんですね。ですので畜産品を選ぶ際にはその遺伝子組み換えでない餌を食べさせて育てていますよと謳ったものを選ぶでこれは普通のスーパーではまず売っていません。やっぱり生協とかちょっと特別なところじゃないと売ってないんですけれどもやはりそういうのを選んで買うということをぜひやっていただきたいんですね。
あとは、まあ、最近はジビエってあのイノシシとかシカとかの肉とかも手に入るようになってきていますので、そういうのを利用するっていうのも手なんですけれども、でそれ以外の 肉とか畜産品に関してはなるべく消費量を減らしていくという方向でぜひ努力をしていただければなと思うんです。で次に気をつけなければいけないのが油ですね。油を買うときには国産のものを選んでください。原材料が国産ですよ。そのメーカーが国産であっても原材料は輸入かもしれないので、国産菜種油とかが、まあ、一番おすすめなんですけど、それを選ぶ、うん、もしくは遺伝子組み換えされているものはその大豆菜種トウモロコシ綿実だけなので、それ以外のごま油とかオリーブオイルとかだったら大丈夫です。であとはそうですね、糖類甘味料類、こういうものはまあほとんど遺伝子組み換えだと思って差し支えないので、そういうものが入っているものは避ける。あとは加工食品を買う際にもさっき言ったような表示義務のないものが入ってないかどうかということをチェックして買うというふうなことにぜひ気をつけていただければなと思います。で今非常に日本の表示の仕組みが分かりにくいものになっているんですよね。先ほど申し上げたように表示義務のあるものとないものとがあって、消費者を混乱させるような仕組みになっていますので、もっと誰が見てもパッと分かるような表示に変えていかなくちゃいけないんじゃないかなということを私は強く思ってまして、そのための全ての遺伝子組み換え食品に表示を求めますというこういう署名活動もやっています。今そちらのすぐそこのブースで遺伝子組み換え食品いらないキャンペーンと書いてあるところ、あそこのブースで署名をやっていますので、ぜひ皆さんこの署名にもご協力いただければなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ちょっと多分 TPP との兼ね合いを何らかお伝えしなきゃいけないと思うんですが、今ですねご存知のようにまあ、TPP って皆さんご存知でない方もいるかもしれませんが、アジア太平洋12カ国での貿易協定ですね。で日本もアメリカももちろん入っています。で、9月に、まあ、これがほぼ大筋合意をしましたと、まあ、ニュースでバーッと出たのでお分かりかと思いますが、まあ、これはまず遺伝子組み換えと直接関係ないですけども、やっぱり日本の農業はですねこの TPP が妥結されることによって本当に深刻なダメージを受けます。お米とか小麦とか砂糖とか、まあ、いわゆる主要な5品目って言われているもののほとんど関税が削減されたり撤廃されますから、まあそれ作ってる農家さんは本当に今日ここにもいっぱいいらっしゃると思うんですけども、もう今でさえですねお米の値段ってペットボトルの水よりも安いっていうぐらいの同じ量で換算したらですね言われてるんですね。だから赤字を負いながら作ってる農家さん多いんですね。それがさらにさらにアメリカから安いお米あるいは他の国から入ってきてなる。それからその主要5品目以外でも新聞でご覧になった方多いと思います。これだけの品目関税なくなって消費者はメリットですよってもううわーって言われてますよね。果物とか牛タンとかもうなんかありとあらゆる農産品が安くなる。でもこれ本当に私たちにメリットなんでしょうかっていうことをやっぱり考えなきゃいけないと思います。政府はですね遺伝子組み換えの表示もその、アメリカから言われてなくすなんてことはありませんとかですね安心安全守りますっていうふうにずっと言ってますけれども、これは私は非常に危険が大きいと思ってます。まず日本の農業がもう自給率が 10% 台に落ち込むということがまず最大の深刻ですし、それから安心安全ということもですね今後そのアメリカはずっとその日本の、添加物の高い基準だとかですねつまり安心安全を保障してきたいろんなその制度法律をどん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 こう緩和していって、まあ、好きなように売りたいと、これもずっと一貫して要求なんですね。ですから今後私たちは本当に消費者としてそれから、まあ、主権者としてこのことに注目しなきゃいけないし、TPP で遺伝子組み換えは全然大丈夫って、ね、言ってるんですよね政府は。わざわざこう書いてるんですね。ちょっと言ってもいいですか。はい、そう遺伝子組み換えの表示が
なくなることはありませんというふうに一応わざわざ書いてあるんですけど、その前の方にとってもとっても分かりにくい言葉でぐちゃ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 書いてあって、でもそれを分かりやすい言葉に読み解くと、あの今以上に企業側に都合のいいようなこう協議の仕組みというのが取り入れられて、今その TPP 発行時は遺伝子組み換えの表示はすぐになくなることはないけれども、将来的にはあのいろんな企業側からねじ込まれて変わってしまう可能性があるということが非常に分かりにくい言葉で書かれています。そうですね。で最後に、大丈夫ですって書いてるんで、あの大変こうあのちぐはぐで変な文章を出して、ただですね、あの TPP のその条文の中に日本のその表示義務を撤廃しますとかそんなことが書かれてるわけじゃない。だからあの大丈夫大丈夫っていう言葉にですね、やっぱつい騙されちゃって、あ安心したっていうふうに思わないようにしなきゃいけない。というのはあの今日も話しましたけど、すでに電子組み換えもう入ってきてるわけですね。でそれがやっぱさらにあの広がっていく。でひいては一番やっぱ懸念するのは日本でもね、さっき田中さんおっしゃったけど今は作らない、まあなんか自主的に作らないというかね、だけど作るようになっちゃうかもしれない、そこですよね。そしたらもう、でしかも表示義務がいい加減っていうか今とか変わらなければ本当私たち分かんないですよね。国産だから信頼して買うって言っててももう無理になっちゃうということだと思うんですね。でちょっと田中さんに、はい、2000年代の初めだったと思うんですけどね、一回の茨城の方である農家があの遺伝子組み換えの大豆植えたんですね。そうそう、あの反対で怒った人があの勝手にトラクターを持って行ってそこをブワーッと大豆畑をすき込んじゃったという事件がありましてね。で誰か分かってんですよ実はね。でも警察は動かなかったんですけどあの裏でみんな拍手喝采しちゃったんですけどね。でもヨーロッパの人だったらその程度のことをガンガンやってんですよねきっとね。そうですね、フランスでもイギリスでも ね、 ですよね。その作った人っていうのは何で作りたかったんですか。いや、まあ、あのそれはモンサントと通じてて、モンサントがいろいろお話をあのしたと思いますよ。あ、そうですよね。だからそれは象徴的でやっぱりあのもしあったらそのぐらいのことをやらないとストップしないんじゃないかなというふうに思いますけどね。そうですね。インヤクさんどうですか、その日本でやっぱりこう遺伝子組み換え作ることがこう現実になる日っていうのはどうなんでしょう。あの、まあ、止めていかなきゃいけないんですけどね、そんなことは。あの十分考えられると思います。あの遺伝子組み換えっていうのは今あの、まあ、一つの問題としては、まあ、非常にもうダメになってきてる、売り上げが落ちてる、そこで要するに今のところは大豆とかトウモロコシとか基本的に家畜の飼料っていうのが主なターゲットなんですけども、で例えばあの小麦というものがあります。小麦はこれまでやろうとしたんだけども小麦はさすがに人間が直接食べる反発が大きいということで諦めてたんですけども、もしかするとついにそれに踏み出すかもしれません。でこれはあのなんていうの、諸刃の刃っていうのかな、あの遺伝子組み換え企業からしたらやってはいけないことに手を出さざるを得ない、もう追い詰められてるからね。でそうなってしまった時に小麦が始まる可能性があって、例えば北海道で、遺伝子組み換え小麦があの栽培されるという事態は十分になり得ます。もう一つあの気をつけなきゃいけないのは、今どん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 農家の人たちが生産を諦めざるを得ないような状況になっている。そうすると個別農家、個人の農家がいなくなった時に企業の農家が農園を作ってしまう。でそこで大規模栽培をやってそこで遺伝子組み換えをやるというリスクがあります。それからもう一つ挙げておくと、実はこのバイオテク企業というのは日本企業にいっぱいあるんです。今大学ではバイオテクノロジーに学科が増えてまして、そこに多額のお金が使われている。でそれはどうなるのか、これからどういうものが作られようとしているのかというと、アレルギーを治す稲とかね、治す稲、健康にいい栄養が含まれている、あのお米とかね、バナナとかそういったものを作ってこようと今そういう研究がされています。あ、要するにあれですね、あのサプリメントとその主食を足してそれで一気に取っちゃうみたいな、そういう非常におかしいのは
アレルギーそのものを遺伝子組み換えで作っておいて治すのを遺伝子組み換えでやるっていうのは一体何なんだってことなんですけども、例えば今あの地球温暖化でね、あのデング熱が日本でも流行った、あの流行る可能性がありますよね。今例えばアフリカの、あのブラジルなんかでは遺伝子組み換え蚊ですね、蚊をあの何百万匹あの放出してるんですね。なぜかっていうと虫っていうのは農薬に弱い虫と強い虫がいます。蚊っていうのは強いんですね。例えばカエルとかトンボは簡単に農薬でやられて死んでしまう。そうすると何が起きるか、蚊が猛烈に増えるんです。そのためにデング熱による死者があの激増してる。これは農薬をやめなければいい、やめて天敵を増やせばいい、自然を回復させればあの治せるわけですよ。でもそうじゃなくて遺伝子組み換え企業は何やろうとしてるかっていうと、あの遺伝子組み換えして幼虫はすぐに死ぬように遺伝子組み換えした蚊を、オスの蚊を大量に放つと。そうすると自然の蚊と交配して蚊の人口が減るからこれで減らせるよと言ってるんですね。つまり自然を破壊しておいて、その破壊された現実をまたビジネスの種にしてるわけです。こういう類の遺伝子組み換えがどんどん起きてくる可能性がある。この遺伝子組み換え蚊を作ってるのはイギリスの企業ですけども、日本企業でもこういうバイオテクノロジー企業は非常に増えてまして、投資も増えてます。そして TPP を使って世界中に売りたいっていうのが日本の中のバイオ企業にもある。だから TPP はアメリカに押し付けられてるっていうだけでなくて、日本の中からもそれを力が働いていると僕は思います。そうですよね。TPP に絡んで言うと、その早速その企業型の農業をね、どん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 推進しようというようなあの主張も、もともとありましたけども、あの盛んになってますし、あとあの私北海道の友人から聞いたのは、やっぱりそのモンサントの人たちがやっぱり今こう北海道なら北海道のなんとか村みたいなところにこう行ってですね、その農業者の人をこう集めていろいろこうレクチャーをしたりしてやらないかみたいなことをですね、あのやってると。でもちろんそこはまあ反対してるんですけれども、そういう動きがですねすでにこう起こっているというのが現実なんですよね。それ動きはだいぶ前からあって、ですよね、10年以上前からあるんですけど、結局はあのやっぱり世論の力なんかなと思いますね。で僕はちょっとあのの農水省の下に、農業試験場ってありますよね。でいろんな作物の研究しておられるとこなんですけど、それも10年ほど前でしたっけね、あのいろんなその職員の人に聞いたら、もう全国中で全部あの遺伝子組み換えの実験やってた。ほとんど新聞にも誰も知らないんですけど、だから一気にもし日本の国民が遺伝子組み換えを受け入れたらボーッと行こうと思ったんだって。ところが 80% ぐらいの人が嫌だって、なんか世論調査したら大体なんか気持ち悪いとかね、なんかよくわかんねえとか言って言うから、でそれがずっと続いてたんで結局やめちゃったんですって。で今もやってないんですって。ですからやっぱり世論をどういうふうに喚起するかってものすごくやっぱり大きいかなと僕は思ってます。そうですよね。いや今ちょっとびっくりしましたけど、もしねその時にその今の世論調査がね結果が違ってたら、なんか一気にいっちゃったって思うと、ちょっと背筋が凍る思いがしたんですけど、それが 40% ぐらい反対だったので言っちゃってたかもしれない。そうですよね。だからまあこれは本当になんか奇跡というかですね、本当私たち幸せな結果、ラッキーな結果だと思いますけど、あの氷を踏むような感じですよ。だって法律で禁止するもないし、でそのヨーロッパみたいに過激にやってるわけでもないし、ヨーロッパはの GMO フリーゾーン運動っていうのがあって、遺伝子組み換えはノーという地方自治体とかで決議がいっぱいあるんですよ。国レベルでもう決議しちゃってるとこもあるわけ。そういうやつはヨーロッパがあって、だからヨーロッパではもうかなりストップしてるんですけど、日本はそういうのはボアテがないんですよね。だからみんなの、もう反対の声しかないという状況ですので、だから GMO フリーゾーン運動っていうのは日本でも入ってますし、この10年間ぐらいやってるんですね。だからこれで、田んぼとか畑にですね、そういう看板を立てると
いうことをこの会やってます。それから消費者の方も自分が遺伝子組み換えのやつはノーですよというバッジをつけたり個人で表現する、あるいは政教がそういうことを決議する、そういう運動を日本でももっと盛り上げないといけないと思います。そうですよね、まあ、あのこの今回作った映画もそういう、こうキャンペーンとか草の根のねいろんな取り組みをこうもっともっと広げていくための一つの素材になるといいなっていうふうに私たちも思ってるんですけども、そしたらちょっともし質問があるっていう方どうでしょうか。あのせっかくなのでいろいろあの分かりにくかったから、はい、ちょっとマイクを回せますかね。どうもこんにちは、菅野と言います、今熊本で米作りの準備をしているところです。であの遺伝子組み換えなんですけども、フランスとかであのネズミを使った実験とかで、あの癌化したなんかネズミとかの写真見たことあるんですけど、あの簡単にあの遺伝子組み換えがなぜあの体に悪い影響を与えるか、どういったリスクがあるのかとかまだいまいちよく分かってないんですよね。そこがちょっと教えてください。あの非常に重要な点ですよね。じゃあこれは飯薬さんから。実はこの映画でかなりの部分を使ってその問題があの裂かれてるんですが、あの抜粋して、はい、あの遺伝子組み換えがあのあ人あの健康に与える影響というものは非常に多岐にわたります。でまず一番気をつけなければいけないのはあの腸がやられてしまうってことから始まります。遺伝子組み換え、例えばトウモロコシには BT という毒素が入ってるんですけども、この BT という毒素は、虫が食べたら虫の腸を爆発させる、あの穴を開けてしまう、でそれで虫が食べたら死んでしまう、そういうものです。でそれはあの遺伝子組み換え企業は哺乳類の場合は、腸で あの破壊されて体外に排出されるから問題ないって言ってたんですけども、これが実はあの哺乳類の腸にも小さな穴を開けてるんだっていうふうにことが明らかになってきています。で腸に穴が開いてしまうことによってタンパクがそのまま血液に入ってしまう、そうすると何が起きるか、アレルギーであるとかさまざまな、疾患あの、インフラメーション、腫瘍ですかね、そういったものが生まれてくるわけです。さまざまなアレルギー反応であるとかそういったものが、糖尿病であるとかさまざまな病気、自閉症もそうですし、そういったものを生んできます。それからもう一つ大きな原因があのモンサントの農薬です。今年、3月20日に WHO が、モンサントの農薬グリフォサートは、発がん性が動物実験上では確認されたと、人間には十分なデータがないけれども人に対してもおそらく発がん性があるということを発表しました。つまり発がん性物質を私たちはあの、今どんどん含まれているんですね。例えばトウモロシ、あの GMO のトウモロコシにはこのグリフォサートが残留してます。で先ほど言いましたように、遺伝子組み換えあのグリフォサートをどん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 かける、あの毎年毎年あの多くの量を使ってますので、今の遺伝子組み換えは、昔の遺伝子組み換えよりもより多くのその、発がん性物質であるグリフォサートを含んでいる可能性があります。それを食べてしまうことによって腸の細菌がやられてしまう。でここからもう一つ大きな問題があるんですけども、実はですねグリフォサートって農薬になる前何だったと思います？あの農薬の前は産業用の配管クリーナーだったんです。配管クリーナーっていうのはそこに含まれているさまざまな物質をキレート化して吐き出しちゃうわけですね。でそれを胃の中に入れるんですから、胃の中にあるさまざまなミネラルとかそういった栄養分を取らずに外に出してしまう。そうすると何が起きるかっていうと栄養失調です。その栄養失調からさまざまな健康障害が生まれるというふうに言われています。こういったことに関してはちょっとあの短い時間で言い切れないんですけども、この映画にもありますし、さまざまな形で、情報を出してきたと思いますけども、非常にあの深刻な問題があると思います。ただし何て言いますか、これも放射能とも同じですけども、直ちにあの食べたからといってどうのこうのになるわけではない。しかし時間をかけると大きな疾患が増えていくという類のものであって、特に僕たちは気をつけなきゃいけないのは、ここにいらっしゃる方たちは1996年よりも時に成人だった方が多いかなと思うんですけども、免疫って人の免疫っていうのは特にあの生まれた時にはほとんどなくって、だいたい20歳ぐらいで感染するって言われてますよね。でその20歳までの時にもう1996年になってた人たちっていうのはもう
遺伝子組み換えが来る前に自分たちの免疫を持ってるわけですけども、これから96年以降に生まれた子どもたちっていうのは遺伝子組み換えに囲まれて育ってきてるわけですよね。でそういった子どもたちっていうのはやはり免疫であるとか、様々な問題が今後あり得ると思うんです。だから特に子どもたちには、非常に大きな問題だと思います。ありました。ぜひあちらの向こうなんですけどブースで映画もずっと流してますし、お買い求めいただけますので、本当にこの映画の中に詳しくその解説も入っています。ではもう一人だけご質問を受けましょう。そろそろ閉じなきゃいけないんですが、どうでしょうか。ないですか。はい、実は終わったら皆さん会ってですね、どんどん質問される方多いんですけど、じゃあ美恵さんと田中さんに一言ずつ最後にメッセージというかですね、できるだけこう未来どうしていこうという提案も含めてしていただいて終わりにしたいと思います。ちょっと気になって言いたかったこととしては、その TPP との絡みなんですけれども、その TPP 協定、もちろん全力で阻止したいするつもりなんですけど、万が一発行してしまったらですよ、その今以上の貿易の邪魔になるようなことをなんか法律の改正をしようと思ったら、それによって損をする人たちの意見も聞かなくちゃいけませんよみたいな、そういう決まりがあるんですよ。それってどういうことかっていうと、私たちは今遺伝子組み換えの表示をもっと今よりも厳格な消費者の側に立ったものに変えたいと思ってるわけですけれども、そういうふうに消費者にとっていいものに変えちゃうと、遺伝子組み換え作物を売りたい人にとっては損になるので、そうはさせるかって言って、彼らがこう日本の法律に口出しをしてきて、本当は日本の法律は日本国民が変えることができるはずなのに、それができなくなるっていう可能性があるんですね。なので本当にその TPP がどうなるかわからない今、もう全力でこの表示改正というのをやりたいと思っていますので、その緊急性というのもぜひご理解していただいて、みんなで協力していけたらなと思います。はいはい、じゃあ田中さんお願いします。TPP に対してやっぱり世論を高めて、なんとかストップする方法をですね、みんなで考えながら、やるというのは、これは一番緊急性があるんですけれども、一方ではですね、大企業とか外国の資本が農業に入ってきても絶対にやれないことがあると思うんです。それはやっぱり人々との信頼関係、本当に深い信頼関係は大企業とか外国の資本は作れるとは思えません。したがって私たちがやる一方のことは、そういう人々との、特に農家とそれから市民との信頼関係をがっちりと太く作ることだと思うんですね。でそういう動きはこの20年ぐらいいろんな形で起こってきてるんです。例えば道の駅とかね、直売所みたいなやつ、こんなんなかったですよね、前ね、十何年前。でも今もものすごい増えてるわけです。セブンイレブンよりも今多いですよ、売り上げももうすごい、セブンイレブンより多いの。それはおばあちゃんとかそういう人が発案したやつですよね。そんな普通のなんていうんですか、農家の大黒柱の発想じゃないです。そういうちょっと余ったものをやるとかね、そういうのがやっぱ爆発的にこの20年ぐらい増えてきた。そういうようなこと、あるいは三省提携といって、産直をもっとこう綿密にしたようなやつ、これはに日本がもうこの40年間ぐらいずっとやってきた世界に誇るべき農家と市民とのこう連携の関係というのは作ってきてますから、今日なんかもいっぱい出展してます、そういう人がね。そういうとことか、僕なんかがやってるのはその大豆畑トラスト、先ほど言いました大豆畑トラスト、それから水田トラストっていうのもやってます。それは水田を一口3万円でみんなに投資する、投資といったって金儲けじゃないですよ。それは農家に一緒に農作業もしながらできたものを会員で平等に分配すると、でいろんな交流とかお酒を一緒に飲むとか収穫祭やるとか、そういうような形での、お祭りを兼ねながらそういうトラスト運動を
やるというようなことですね。これは大豆畑トラストはもう全国的にもう1997年からやってまして、水田トラストは2000年からです。で、遺伝子組み換えに反対するだけじゃなくて在来種を守るというのをセットにしてます。ですから、まあ、コシヒカリのトラストをやるということではありません。在来種っていうのはその地域地域に昔から根付いてきた種ですね。そういうものは今消えようとしてるわけです、守ってるのはおばあちゃんです。今おばあちゃんも80、90になっちゃうでしょ。それ亡くなったら、その在来種では自分の家族に食わしてたわけですけども、おばあちゃん亡くなったらもう今度コシヒカリ作っちゃいますよね、そういう意味では在来種を守る運動ってすごく大事です。だからトラスト運動っていうのは在来種を守る運動とセットになってやってるわけです。で、遺伝子組み換えではないというそういう運動を全国的にもっともっと広げていきたいなというふうに思ってます。で、皆さんも、そこにキャンペーンというような団体もありますし、トラストブースというのもそこにあるんですね。トラスト運動をやってる人のグループも出展してますので、そういうところに会員になっていただいて運動を支えていくと、お互いに支えていって、TPP にもストップさせていくというようなことがこれからの方向じゃないかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。あのね、まさにモンさんとはこう種を支配 したいという、まあ今日種の話はあまりねできませんでしたけども、まあそういうグローバル企業なので、あの重要なご指摘いただきました。はい、それではですね、時間がもう押してきたので、今日は本当にありがとうございました。とですね、この皆さんマップ持ってますかね、このあと1時からですね、私のパルクがやっているブースが15番っていう、ここから一番遠い離れたずっと向こうにいたところですけど、15番っていうところで、この安田さん、飯薬さん、それから私というメンバーでもう一回この、 あの遺伝子組み換えの問題について、まあ、ちょっとちっちゃいブースですけどもトークイベントやりますの でそこであの映画も流しています。ぜひちょっと見ていっていただければと思います。じゃあ本当に、今日こういうイベントではですね、私たちが話したようなこう価値っていうのを皆さん共有できてると思います、ですけども、多分イベントが終わってお家に帰ったりするとですね、やっぱりこう日常に戻っちゃうっていう、まあ、そこがいつもこうネックかなっていうふうに思いますので、ぜひこういろいろお友達とかですね、家族とか、知り合いの範囲にからあの声をかけて、やっぱり遺伝子組み換えの問題って実は知らないうちにやばいみたいだよとかいうふうにですね、一歩でも二歩でも広げていっていただきたいというふうに思います。はい、じゃあありがとうございました。これで終了します。